はい、皆さんこんにちは。本日は33回目の動画になります。まずはじめになりますのは万葉ステークスですね。芝の 3000m に目白サンドラに乗っていきたいと思います。この馬は瞬間の反応がありまして、昨年ですねこの馬で福島牝馬ステークスを勝ちました。相手ですけど大宅バートラムか、また出てきましたね。競争能力74、強いな。なんとか出遅れてくれへんかな。あとは東方試練、菊花賞2着でね、中山金杯勝ってる馬ですね。ではではちょっとやっていきたいと思います。まずはタガジョーノーブルが逃げていく感じかな。メジロサンドラの位置はこの辺りでいいでしょう。大宅バートラムは出遅れてなさそうですね。もうねそういうところでね展開をついていきたいっていうのがね本音ですね。あでもなんか 3000m ですけどね、あまりかからないですね。ちょっと今かかりかけましたけど、昔はね、嵐山ステークスという芝の 3000m のオープンレースもありましたけど、今はもうなくなってしまいましたね。オープン競争で、3000m を超えるのはこのレースのみです。さあ一気にちょっとペースが上がって7番手まで下がってしまいましたけど、大宅バートラムがどうや蓋できひんかな。打ち行く、攻めるね。いいよ、蓋されてる。ここでちょっと進路を狭くしておいて、あーうまいね。そこ通ったらお手上げ。東方試練は来ないね。この不採地の間って誰や、不採地幹雄なんかな。あー左上にいるのは都市ザブイか。東方試練伸びず。5番人気で6着なんでね、最低でも人気通り以上には走りたかったんですけど。あペインテッドブラックとかもいたんですね。続きましては京都金杯ですね。グラスワールドに乗っていきます。以前も一度乗ったことがある馬です。東海ポイントいるんかい。これちょっと強いな。ハンデ58か。大気トレジャー、ゴッドオブチャンス、マグナーテン、ローズバドか。結構いいメンバー揃いましたね。はい、やっていきます。ね、大外なんで、あー怖っ。ちょっと審議にならないようにだけは注意したいですね。ちょっと下げすぎた。下げすぎた埋葬。あれババア、もう東海ポイント上がっていくを。ローズバド、あー上がっていったね。てかこの前にいるのダイバルージュか、邪魔やな。自分のおテーマに文句を言うっていうね。お人気馬が軒並み挟まってるけど、東海ポイントがちょっと空いちゃったね。隙間先頭はゴッドオブチャンスとマグナテンか。グラスワールドは2番手か。ぼちぼち前線できた感じもありますね。やっぱね、差し馬楽しいですね。ね、8番人気で2着だったら、まずまずかな。日曜日に変わりまして、中山新春ジャンプステークスですね。マーク王に乗っていきます。相手は目白大連。ホッコアンバーでね、前乗って2着やった馬ですよね。こいつに依頼されたかったな。あと出遅れ癖がある。それだけちょっと注意したいですね。
よし、よく出た。まずは水濠障害をジャンプ。逃げてるのは北高アンバーか。いい馬やったな。ちょっぴりまた乗ってみたい。このマークホーっていうのもね、平地でねぼちぼち走ってた馬だと思うんですよね。ちょっと何ね買ったか忘れちゃったんですけど、この左にいるね、明治郎の勝負服が人気の明治郎ライレンということで、なかなかあれですね、ちゃんと馬馬群についていってますね。どうしてもこのねコーナーでね少し遅れを取るんですけど、さあ2周目の水濠障害をジャンプ。ちょっと不安なのはこの馬はねアビリティがないので、直線ではねもうスタミナとポテンシャルの量でね勝負しないとダメですね。お、なんか一気にペースを落としたな。ここはね無理に上がらない方がいいんですよ。ちょっと怖い。あー結構スタミナがギリギリやね。ということはホッコアンバーもなかなかのペースで走ってるっていうことか。うわー、メジロライデンが上がっていった。お、ホッコアンバーバテた。メジロライデンもバテた。いけーい、マークを行け。3着ある？行ってない。行きかけたけど行ってない。いやでも9番人気で4着、これね多分できうる限りの騎乗だと思いますね。まあ、3着ぐらいかな、行けても。はい、では1月2週の騎乗を見ていきましょう。日曜日の騎乗馬なんですけど、ことぶきステークスですね、グランドシンザーに乗りたいと思います。はい、ということで今週はですね一蔵だけになりました。今週の日曜日の6レース、ことぶきステークスですね、グランドシンザーに乗っていきたいと思います。アビリティは大外1期と一周の切れ、8歳の戦馬なんですね。相手は天山星座。え、めっちゃ強いやん。そして当選ダンディとファイトコマンダーか。名称起用もいるな。これ、準オープンのレベルじゃないよ。グランドシンザーもね、重賞勝ってる馬なんで、弱音は言ってはダメなんですけど。はい、では頑張っていきます。こういう時はねもう天山星座とか云々というよりもグランドシンザーのねあのパフォーマンスが一番いい形で出るように心がけたいですね。はい、こいつが天山星座です。挟まれ、挟まるのだ。あ、かかってる、かかってる、かかってる。しょうもないことしてたらかかってた馬が。やっぱりグランドシンザーのお父さんって名前の通り美穂シンザーなんですかね。マイシンザーってことはないと思うんですけど。わあ、天山星座とファイトコマンダーの上がっていき方が半端ないな。あ、でもちょっとついていってる。ここからやね、ここからがついていけるかが早いなー。やっぱり前回ね競争能力70のボーンキングでギリギリだったんで、天山星座が強いよ。一瞬のキレイ。あ、2着よくやった。まあ、この人気で2着だったらいいでしょう。お許しください。10番人気か。
よう、ルルブド、調子はどうだ？おめえさ、今任されてるお手馬ってどんな感じだ？おいらのお手馬は結構な素質馬なんだぜ。おめえの馬にも負けねえくらいのな。なんだよ、なってえかねえって顔だな。じゃあ勝負しようぜ。おいらのお手馬とおめえのお手馬、どっちが強いかでさ、期間を決めてその間のお手馬の勝利数が多かった方が勝ちだ。期限は今日から12月1週までの約10ヶ月間。どうだ？長くない？ふふ、がぜん燃えてくんだろ。もちろんお手馬に自分が乗って勝たなきゃ勝利数にカウントされないからな。ズルしようとしてもダメだぜ。おいらのお手馬はこいつで、ワンツースリー。いや、なめられたもんだぜ。去年騎手大賞取ってんのに、おめえ本当に言ってんの？へへ、強そうだろ。おめえはドイツで勝負するんだ。もうなんか毎回競争能力40以下の馬でも乗ってる？これなめられたもんだぜ。ちょっと光栄さんよ、あのハードモードなんで、もっとちょっと上がる馬で、んじゃあもうアドマヤドンちゃんか。うん、これで十分。忘れんなよ。忘れるわ、もうこんな楽勝な勝負。12月1週までね。はいはい、またまた来ましたね、3人組。こんにちは、ルルブドウくん。あの、久しぶりに私たちでそれぞれの勝ち星を競う勝負をしてみませんか？先ほど飛びた一平くんとしたばっかなんですけど、一平くんはもう何もなかったかのような顔してますよね。条件は前回と同じで、上半期が終了した時点で報告会です。今年は誰が一番か楽しみですね。先ほどの勝負、京子ちゃんだけでよかったよね。はい、では1月3週の騎乗馬を見ていきましょう。まず土曜日の騎乗馬ですけど、初富士ステークスに金原ドラゴン、この馬に依頼されていますので、この馬に乗っていきたいと思います。4歳以上500万円以下、アドマイアロードですね。条件戦の追い込み馬ということで乗っていきたいと思います。日曜日に変わりまして、ニューイヤーステークスですね。昨年ですね、このエイシンルバーに乗りまして、2着だったんですよね。ということで今年もリベンジしたいと思います。5レースのですね、初春ステークスにティエッチグレースという馬が依頼されてますので、この馬に乗っていきます。今週は4クラの騎乗になりました。土曜日の4レースは4歳以上500万円以下、アドマイアロードに乗っていきます。しんがり1機のね、アビリティがありますが、かかり癖があるのでちょっと注意したいですね。相手はマオケサンシティ、誰じゃそら。やっていきたいと思います。お、青色やな、メーターが。やる気がないってことか。いいだろう。多分ね、このアドマイアロードちゃんは一瞬のキレもないので、しんがり一気出せなかったらもう終わりっすね。多分勝てないです。まあ、今のところはね、いい位置なので、16頭立てだったら、まあ、14番手以降で発動かな、しんがり機は。大体まあね、追い込み機でね、勝てたら気持ちいいですからね。ぜひとも勝ちたいですね。いい感じ、最高峰。すごいね、この馬ポテンシャルがすごくたまるね。いい馬じゃないか。折り合いもグッドだ。あれ、なんか意外にいい感じで上がっていくな。しんがり一気出したいんですけど、手応えが良すぎじゃない？手応え良すぎやろ。これは何も言えねえ、何も言えねえ。なんかね、無理やりね、シンガリッキー出すために下げるのも何とも言えなかったんすよね。9番人気でね、4着だったんですけど、ちょっと消化不良のレースになってしまいました。土曜日の6レースは初富士ステークス金原ドラゴンに乗っていきます。何度かね、乗ったことがある馬なんですけど、相手は雪乃さんロイヤル、日経賞を買ったことがある馬かな。あとはマイネルヴァンガード、これなんか一回乗ったよね。なんかヴァンガードってローマ字でテロップ入れた気がする。この馬さんもね、悪くないんで頑張っていきたいと思います。まずはアレババ発動、よくやった。危な、
危ねえ、今ちょっと審議になりかけた。結構落馬とね、審議の判定厳しいですからね。うん、金原ドラゴンもいい馬さんだね。まあポテンシャルがねアレババのアビリティで溜まってますんで、早仕掛けでも悪くないと思います。折り合いはなぜかグッドだ。雪の3ロイヤルはね人気してましたけど、多分ね 1800m っていう距離は結構短めなんで、上がっていくのに苦労すると思うんですよね。いい感じや、いい感じで上がったぞ。これはの初勝利だ。2着がマイネルヴァンガードっぽいですね。3着が、マイティスピードかな。もともとねいい馬さんだったんで、6番人気で1着はまあまあの結果だと思います。マイティスピードは4着でしたね。日曜日に変わりまして、初春ステークスティーチグレースというですねダートの短距離戦に出走しますと、アビリティはまあまあ相手、おお、ディヴァインシルバー懐かしい。ちょっとねマニアックな情報で言うと、ディヴァインシルバーってねホカリジョッキーっていうねちょっと地味なジョッキーが乗ってたんですよね。この馬も逃げ馬なんで、ちょっとペース速くなりそうですね。では頑張っていきます。スタートが悪いな相変わらず。まず、お、ディヴァインシルバーがいない。あ、いたいたいた、やっぱ来るよね。この馬もね早かったですからね。おお、うちからもっと速い馬がいるね。スタミナに自信がないよ。スタミナに自信がないよ。このねスタミナじゃ中山の坂は厳しいんだよ。あ、でも2着、あ、結局ディヴァインシルバーやったんや。まあ、結果的にスタミナなかったですけど、いい競馬になったみたいですね。まあできれば勝ちたかったですけどね。中山の6レースはニューイヤーステークスオープン戦ですね。昨年にも乗りましたエイシンルバーン、7番人気もね昨年と一緒ですね。一瞬のキレと瞬間の反応があるお馬さんです。相手、嘘、いや番組選択お上手。全のエルシロはちょっと厳しいね。2番人気がグラスエイコー、これもいい選択や。思ったほどメンバーが強かったんですけど、頑張っていきます。それも大外か。仕方ねえな、もうこの馬の馬本位に徹するしかないっすね。グラスエコーと全のエルシローがもうそんな前行っちゃったら不利とかないやん。厳しいな。どうやったら勝てんねやろ。もう全ネルシロがグラスエコーをかわしちゃいましたね。瞬間の反応、もう全員空を使え、空を使え。3着か、やっぱ前の2頭は強いな。残念ながらね、去年より着順を1個落としてしまいました。それでは1月4週目の騎乗馬を見ていきたいと思います。まずは地方競馬の交流重賞 TCK 上杯ですね。スーパーセタリオン、癖が強えな。刺し馬で刺さり癖しかない、やめとこ。土曜日なんですけど、中京のですね5レースナズナ賞にオースミエルストですね、いい馬さんから依頼されてます。
相手のね耐久利用の方が強そうなんですけど、いい勝負できそうなんでこの馬に乗りたいと思います。3レース4歳以上500万円以下ですね、フラワーチャンプに乗っていきます。日曜日のメインはですね、アメリカジョッキークラブカップですね。ミッキーダンス久々に乗りましょうか。ちょっとサンライズペガサスが強そうですけど。最後に中山の1レース3歳未勝利ですね、カンファーベストに乗りたいと思います。ということで今週の騎乗馬は4クラになりました。1月1週から始めていきましたけど1勝しかしないんですね情けない限りです。今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと、短めの動画になってしまうんですが、この動画をね今から編集して明日にちょっと急いであげないとダメということで、ちょっと短めにさせていただきました。申し訳ないです、まあ、これからねトライアルシーズンも始まってきて面白い動画が撮れるかなと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。また見てください。失礼します。